ジョンソン監督も振り返ると失点をしてもそれを上回る攻撃ができたときは勝って、できなければ負けていると。おっと中山ボールを奪った。中山のシュート、先制横浜 FC。 ミスから横浜 FC に先手を許してしまいました。鹿児島アンジュンス選手も、ね、足元得意ですから、はい、まあ、ちょっと足裏でボールを触ろうとしたんですね。コントロールしようとしたのが、はい、当たりすぎてしまってってことでしょうね。ミスを拾った中山。